皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はレフトアライブのファミ通紹介をしていきたいと思います。戦火に見舞われて絶望的な状況下にある街が舞台のサバイバルアクションゲームです。3人の主人公と幾度となく未来を左右する選択を迫られて、選択肢によってはキーパーソンの生死に関わって選択に制限時間が設けられている場合もあります。その選択は本当に正しいのでしょうか。緊迫した戦場で考えなしの行動は厳禁です。ですがゆっくり考えていられる時間もありません。まあなかなか難しいところですね。まあどう本当に難易度の高いゲームになるんじゃないかと思われます。まあやっぱり選択肢にゆっくり考える時間がないというのがちょっと厳しいところですね。まあやっぱり10秒以内とかそんなんでしょうかね。まあここはもう何度もミスるのが前提のゲームになるんじゃないですかね。まあどういう風にすればいいのかとか、まあまああれですね、絶望か戦火戦争のゲームということになり間違いないですね。まあそうですね、似たようなゲームでメタルギアではやっぱりスネークとかの戦いですね。まあいう軍人が戦う中でサイボーグ忍者っていうのがいますからね。まあサイボーグ忍者のキャラクターボイスが塩沢兼人さんですからね。やっぱりまあ人間として戦士として強いと考えているまあサイボーグ忍者はやっぱりスネークもかなりの戦闘能力を持っているっていうことが伺えますね。現にスマブラに出演して結構な活躍を見せていますからね。やはり鍛えた肉体はスマブラでも大活躍ということですね。それだけにあらず強力な飛び道具も連発できますからね。まあそこが強いところではないでしょうかね。まあ距離を取って戦える上に攻撃力が高いという、あと格闘能力もなかなかというかなり高いポテンシャルを秘めていますからね。まあそんな感じで今回はこの辺でレフトアライブのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。